大会運営委員会です。まもなく山車などの行列が参ります。ご観覧の皆様は道路に出ないようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを着用し、大声は出さぬよう隣の方との距離をとってご覧ください。また歩道上での飲食、食べ歩きの自粛にご協力ください。短い行列となりますので、今のお気に入りのご対面でお願いください。気温が高いから通常の恐れもありますので、今の時期に会場が切れないと Thank you.
本日5つ目の運動でございます。
して討伐を果たした華麗な若武者、その名は源九郎義経。数奇な運命をたどった悲劇の名将、義経は平泉で死せず、橋の方を抜けて江戸を目指して旅に出る。荒れる津軽海峡を三頭の龍馬にまたがり、義経主従は見事伊豆市に渡海した。今も語り継がれる義経の青森歴史ロマン、北方連敵、江戸都会、八戸大地震公開です。27、共同政策の出し、クラウドファンディングや市民の皆様のありがとうございました。見事完成。制作責任者は石橋哲平がやれやれ。この龍馬の馬屋があると言われております。その地名から民馬屋とのこと。民馬屋村三世の縁により四つ目国宝伝説江戸都会町の方だけ聞きの会です。